えー、3回目になりまして少し総合的なことを考えながらっていうわけですが私たち日本がですね地震国でありながら原発をスタートしたこれはまあ、えー、原,原発をスタートしたのは原子爆弾が欲しかったからっていう説もあるんですけど、まあ、そういう陰謀論的なやつを,まあ実を除いたらですねやっぱり地震国でもちゃんと技術を磨けば 原子力発電所ができると思ったと、まあ、一応そういうふうに正面切ってま考えとしますね。そうしますとやっぱり固有安全性と多重防御、まあ、これを基本にしてしかも核反応さえ放送で止めればあとは残余の熱では爆発しないというそういう組み合わせの安全の基本論理っていうのがあったわけですねここれがやっぱり正しいいのかっていうことうなんですね。 1>, 1回目にちょっと固有安全性をやりまして2回目に多重防御をやりましたそれから嘘という問題をやりましたね。で固有安全性の問題も嘘をついたのか僕らがアホだったのかって分かんないんですよ。要するにえー、っと誰も計算しなかったっていうのも変なんですけどもしもう今度の福島がですね核分裂は止まったんだけど。 10分の1残った崩壊熱だけで爆発したってことになるとそういう議論は少なくとも私の経験では今まで全くなかったんですよ事故が起こるまで。それから事故がが起こってもそういういい議論がまだないんですねですからこれは嘘をついてたのかあ原子力の人たちがアホだったのかこれはですねおそらくですねえっ、ー、と原子力をよく分かってる人で まあ嘘をつかない性格の人ですね。利害関係もなくて、私なんかもその一員に入れてもらって、10人ぐらいで、インターネットで議論を流しながらやれば、一発で明らかになると思うんですよ。今私がここで言ってることが、一発で明らかになる。えあの、だから、例えば、10人の部屋を、えー、政府でも、電力会社でも用意していただいてですね。 そこにインターネットで即時配信できる、えー、装置をつけてもらってカメラを回してそしてスタートするんですよで一つ一つ例えば一番最初、えー、核分裂が止まったら、えー、残余の熱では爆発しないのかと、まあ、こういうのがあってそれをみんなで議論するそれネットで全部わかる黒板もあってそれで計算するそれで、えー、と福島の時はどうだったのか とということも議論するです、ね、全部オープンですからインターネット流れてますからねダダン漏れですね次に固有安全性っていうのは実際上保たれるのかと弁当の問題なんかも含めてそれを議論するとそれから次に多重防御っていうのは守られていたのか守られてなかったのか嘘が入ってたのかアホだったのか今後多重防御っていうのはできるのか多重防御っていうのは電源だけでいいのか。 他の例えば制御棒が落ちるとかあー運転員を確保するとかですねそういうことも含めて多重防御じゃなきゃいけないのかと、まあ、いうようなことを議論すればですねおそらく分かると思うんですね。でしかしそれはもちろん現実的には、えー、割合と誠意のある原子力の詳しい人が10人集まってそこでえっ、ー、とまあ安いほえあのネット 映画制作会社来ててもらってですね例えば私の親しいところがあった DHC とかいや十分できる技術ありますから DHC が、えー、雇用してもいいです独立機関あの会社だったらいっぱいありますそういうとこがカメラをセットしてもらってですねでまあ1か月ぐらい、えー、国か電力会社が僕らの人件費を出してくれてですね 1か、えーまあ、月ですから、まああのー、1か月100万ずつとすると、まあ、1人当たり100万ずつ、まあ、1,000万ぐらいかかると、まあ、会場代とかあんたか放送代とか全部含めて1,000万ぐらいかかるとそうすると2,000万ぐらいあれば1か月経てば日本人があ日本に原子力発電所を置いていいかどうかっていうことが非常に明らかになるので、まあ、議論はすっきりするでしょうね。だけどこれが実現しますかね 日本人の大半はそれを望んんででると思うんですよ要するに電力のバックもなくただ単に技術者として誠意があって、まあ、それを10人ぐらいいると思うんですよね。ちょっと僕は心配なのがですねあの原発の事故が起こった後あの一般人の規制値は1年1ミリシーベルトだったんですよ被爆限度が。だけどそれを言った人がほとんどいなかったんですね。で ああいう時にあのとにかく1年1ミリシーベルトが基準だよって言うとみんなからバッシングされるんですね。バッシングされても構わないと言って言った人がまあ私とあとまあ少し陰で言ってた人がいるぐらいなんですよ。他の人はみんな恐れをおののいちゃって言わなくなっちゃったんですね。だからそれではやっぱり僕は。 まあこれは原子力ばかりじゃなくて飛行機でも同じですし何でも同じなんですがもう隠すようになったら技術っていうのは多分なんですよもともと当たり前ですよね。技術な事実が出るんで,すからでまあ一番肝心な、えー、核分裂を止めたら爆発しないのかですね。 それから固有安全性が、今まで固有安全性と多重防御があるから、軽水量はいいって言ってたわけですから、それが本当にそうなのか、それとも今後も嘘をつかずに原子力発電所ってやっていけるのか、この大きな問題ですね、安全に関する非常に大きな問題。これをやっぱりネットでオープンにやれると。これはもしかしたらですね、 政府とか電力会社は相変わらず隠そうとすると思うんで例えば原発反対の団体でも話し合おうという心を持ってるどういう人かっていうと危険だ危険だと言っている原発反対派の中にはですね実は危険だから反対してんじゃなくて元々原発嫌なんですよそれを危険だという理由を後でつけてるっていう人がいるんです。これれは結構多いんんでですすねそそから賛成の方もそうなんですよ 原発が安全だ安全だって言ってる人のほとんどはですね、原発が安全だという信念があるんじゃなくて、原発を止めたくないと思ってるんですよ。経済的なんですよ。経済的な理由で安全だって言うんですよ。そんなの論理矛盾ですからね。思想的な理由で危険だっていうのもダメだし、それから経済的な理由で安全だっていうのも違うんですよ。やっぱり日本人のため、日本の子供たちのため、日本の土地を汚さないために、 しかしエネルギーはいるとそういうスタンスでやってもらわないといけないんですねだからもしかすると民間のもしかしてこれが非常に視聴率が多く取れるんなら、えー、民間の会社がお金を出してもしくは心ある人がファンドを組んで、まあ、僕がやってもいいかなと思い出してきたんですけど今えー、っとそういう放送をですね今放送はネットで流してはそんなに金かかりませんからねそれから まあさっき1人100万でっつったけどボランティアでやってくれる人もいるかもしれないからだからそういう人を10人集めれば大丈夫だと思うんですよ。やっぱりこれは10人ぐらいないとですねいろんな点で議論しないと錯覚してることもあるんで,で議論してそれを全部ネットで流すんですよ議論してる間まあ,あの飯を食うとか食事をするとかいうのはだけはやめてですよ。 そのほかはずっと例えば朝の9時から12時までまず3時間やると。それからまあちょっと疲れますから2時から今度は5時頃まで3時間3時間やると。毎日毎日3時間ずつ3時間ずつやってそれを放送に流すと。そしてそれが成果を上げればですよみんなはああなるほどなあれ見てみろよしたら原発の安全性わかるよってことになるとですねみんなが見てくれると思うんですよね。 そししたら商売的にももできるかもしれま,せん、ね、まあ電力会社とか国からお金を出してもらうってことになるとその結果がですね原発も止めなきゃいけないっていう結果になるとなりそうになるともうやめろってことになるでしょうからねこれがやっぱり難しいんですねまあ現在の森友問題とか家計問題とかいろんな、えー、セクハラ問題なんか見てますとね何しろこう 日本を良くしていこうっていう力よりか日本をダメにしていこうっていう力が働くもんですからちょっとやっぱり私はこのなかなかこういう問題を現在の日本でやるのは難しいなと思いながらいやそうじゃないとやっぱり日本人はそのぐらいのことができると思ったりもいたします。